中年ヨタッキーです。最近機材の紹介がちょっと控えめになっておりますね。まあ、機材オタックの方にはちょっと申し訳ないんですけど、フィルムテストにはまっております。そんなわけで今日もね、フィルムテストしてきたんですけど、今日ちょっとね、はい、このレオタックスね、レオタックスに、ジュピター8、まあロシア、ソ連製か、ソビエト連邦製のジュピター8を装着しまして、ちょっと変わったフィルムで撮ってきました。これね、アストラムっていうね、まあロシアのフィルムなんですが、まあロシアのレンズでロシアのフィルムで撮ってきたんですね。これ MZ3、 アストラム MZ3 というフィルムになってまして、まあちょっと黄色いのがちょっと目立つんですけど、ISO たったの3なんですね。たったの3ということで、結構苦戦しながら撮ってきました。まあ一応撮れたんで、動画にしていこうと思います。果たしてどんな写真になったのか、それではここから動画スタートしてまいります。はい、まずこのカメラですかね。以前ね、オークションで4000円ぐらいだったかな、ボディのみでね、購入した、レオタックスね、レオタックスの 3F というカメラになりますね。よっ。まあ、シャッタースピードはね、1000分の1まで切れるね、コピーライカになりますね。ライカ L マウント、ね、L39 マウント、スクリューマウントですね。で、撮ってきました。まあ、レンズはね、以前、ゾルキーね、ゾルキー、3だったっけ、ゾルキー3についていた、レンズになりますね。これ結構ね、初期の、ジュピター8なんですけどもね、まあ、ジュピター8はね、初期であればあるほどいいという噂もありますが、まあ、その辺は定かじゃないんですけどもね、カールツアイスゾナーのコピーレンズになりますね。初期のものはね、カールツアイスのガラスまでね、なんか使ってたらしいんですけど、まあ、私のはね、ガラスがツアイスのものかどうかはわかりませんが、一番初期のね、この、指が引っ掛けるところがあるやつです。でね、撮ってきたんですけどもね、フィルムはね、アストラムのね、MZ3 というフィルムになるんですけどもね、これ ISO たったの3のフィルムですが、もうね、恐ろしくね、これ薄っぺらいフィルムでね、もうこの黄色の乳剤がわかると思うんですけどもね、この乳剤越しにでも向こうがちょっと透けて見えるぐらいのね、薄っぺらいフィルムです。で、特徴的なのがね、これね、パトローネの形がちょっと変わってるんですね。まあ、これがね、富士のパトローネですけど、これがね、アストラム。もう分かりますよ。こう出っ張ってないですよね。まあ、35ミリフィルムではあるんですが、ちょっとパトローネの形状が違うということで、カメラによってはね、装填がうまくいかないことがあるので、注意が必要だと思います。でね、値段なんですけどもね、そんなに高くないっていうか、もうカワウソ商店さんぐらいしかないんですね、これがね。一応ね、まだね、売られてるみたいなんですけども、3本セットで2040円ってことで、期限切れ、もうほぼ期限切れのものですね。で、1本だと730円。もちろん、カワウソ商店さんなんで送料無料なんで、まあ、比較的安い価格で買うことができます。で、まあ、現像データとかも結構特殊なんですけども、僕はね、D76 と同等の、SPD ね、富士 SPD50% 希釈。で、20度5分で現像してきました。22度5分っていうデータもあるんですけども、作例でね、20度5分でも十分な調子が出ていたので、まあ20度5分でちょっとやってみようという感じになったんです。現像時間短い方は流暢感は出ませんしね。そんなわけでやってみたんですが、まあこのレンズ、まあ、もうそうですが、カメラが古いんでね、ピントの精度がちょっと狂ってたのかなってことがありまして、満足な作例は上がらなかったんですけども、まあとりあえずね、このカメラで撮ってきた、作例をね、ここから、紹介していこうと思います。まあちょっとね、満足できる絵は出なかったですが、まあそれも踏まえて、ちょっと作例の方を見ていただければと思います。それではここから作例です。はい、作例でありますがね、まず感度3ということで結構
構苦戦はしました。まあ、作例を見ていただければわかる通りね、結構コントラストが高めに出ています。ピントはね、絞りが開放付近になってしまうので、かなり苦しみました。まあ、カメラが古いってことだって、まあ、距離計のね、精度が今一つだったということもあるんですがね、被写界深度でカバーできないということで、まあ、苦戦したんですがね、このようにね、ピントが合えばさすがの、バリバリ感が出ます。でも、流上感はね、そんなにね、おとなしくないんですよね。ちょっとは流上感出てるんですね。ISO3 のフィルムということだってね、流上感は全くないのかなと思いきや、流上感はまあ出てます。銀塩写真だなってわかるぐらいには出てると思いますね。まあ、この動画ではちょっとわかりにくいかな。まあ、シャープネスはしっかり出てますね。まあ、さすが ISO3 ということで、まあ、流上感ありながらもシャープネスはまあ、しっかり出てます。コントラストはね、見てわかるとおり、まあ、全体的に高めで、シャドウ部分はね、ベタと潰れたような感じになることもあると思いますが、まあ、現像時間がこれがね、20度5分で現像したんで、22度5分だったらまた結果、ちょっと違ってきたのかもしれないんですが、まあ、基本的にはね、まあ、ISO3 ということと非常に被りやすい、赤外光もね、どうやら観光するという可能性がありまして、被りやすいので注意が必要ということで、装填、フィルム装填はね、できれば、ダークバックとか室内とかでやるのがいいと思います。下手して被ったりしたらもったいないんで、ね。まあ、価格はね、現状、カワウソ書店さんしかもデータ出てこないんですけど、ほぼ期限切れになっているぐらいのやつしかないんで、ちょっと安いんですけども、まあ、買いたい方はね、もしかしたらね、もう在庫禁消かもしれないんで、早めに買った方がいいと思います。どんな人に向いてるか、このフィルムがね、どんな人に向いてるかっていうと、やはり開放一点主義の方、になってくると思いますね。明るいレンズの方が、そりゃいいことはいいんでしょうが。まあ、F1.4 でも、日中だと、125分の1ぐらいで切れるのかな。250か125で F1.4 ぐらいで切れてくると思います。開放一点主義とね、よく結構ね、結構な人が、俺は開放でしか撮らないっていうのを聞きますけどね。どうしてもね、そのフィルムは、そのカメラが古いんで、シャッタースピードのマックススピードがね、遅いカメラが多いんですけども、まあ、大体どんなカメラでもね、開放で撮れるということを考えるとね、明るいレンズで開放で、フィルムで撮りたいっていうね、向きの人にはかなりいいと思いますし、まあ、流上感が多少出がちということもね、そこが向いてると思います。なんでかって言ったら、流上感があまりにもないとね、デジタル写真と勘違いすることが結構あるんですね。で、流上感が出てる、フィルムらしい、写真で、なおかつ ISO3 ということで開放で撮れる。開放で撮れて流上感が出る。フィルムというのはなかなかね、ないと思うんですね。今までね、バビロン13とかね、ファントム8とか、まあ、他にもね、いろいろ、リプリケートとかね、いろいろ試しましたけど、ほとんどね、流上感が出ない、低感度フィルムはね、本当に流上感が出ないものが多いんで、今回ちょっとこれ試してね、ちょっと流上感出てるなと。まあ、銀塩写真らしさ。が出るという意味ではこのフィルム結構使い手があるんじゃないかなと思います。はい、開放主義、開放一点主義の方にはぜひぜひおすすめでございますね。僕はね、絞って撮りたい派なんで、あんまりね、利用価値を見出すことはできませんでした。で、カワウソ書店さん現状ね、もうほぼ期限切れということで、カールはかなりきついです。まあ、カールきついんでね、現像、自家現像の方特にそうなんですが、現像が終わった後、僕はね、このパトローネケースにね、逆巻きにしてね、フィルムを切り分ける前に逆巻きにしてね、2日間ぐらい置いたんです。ギリギリ2日間ぐらい置いてね、1日半か、それでね、切り分けてからすぐに
フィルムスキャナーにかけたんですけど、まあ、それでも結構カードはしてましたが、もうそのままね、スキャナーしようと思ったらもうキューンって多分巻いちゃってね、なかなかセットしにくいと思うんで、まあ、ちょっとね、現像し終わったと切る前に、逆向きにね、やる。あとはもう逆巻きスプールで撮るとか、まあ、逆巻きをちょっと意識して、使った方がいいと思いますね。まあ、この手のね、輸入フィルム結構ね、輸入してから年月が経ってるものも多くて、結構ね、カールがきついフィルムが多いんで、そこは注意が必要だと思います。はい、今日はね、ちょっと変わったカメラの組み合わせ、ちょっと変わったカメラとちょっと変わったフィルムの組み合わせになりました。いかがだったでしょうか？ぜひともね、解放主義者には、使ってみていただきたいフィルムになりますね。カワウソ商店さんしか入手先はとりあえず見つけられなかったので、欲しい方はカワウソ商店さんの、ホームページからね、アストラム MZ3 と検索してみてください。はい、今日のね、動画はこんな感じで、ここからは作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはアキジュンさんですね。オタッキーさんこんばんは。あまり良い写真ではないですが、ミノルタ 7S の写真1枚投稿します。お題、私の好きなフレア。フィルムは富士スペリア400の2003年期限切れ、 ISO400 を100での撮影。カメラの試し撮りに購入したフィルムですが、まあまあ映ってるのでバンバン使ってみます。フィルムカメラを盛り上げようってことで作品なんですが、いや全然いい写真じゃないですか。これすごくいい写真だと思います。フレアの広がり方が非常に特徴的なのはね、後ろの木の間からね、太陽光が差してるんですね。これでフレアの形をコントロールしていく形に結果的になってるんですけど、フレアの先にゴーストも出てて非常にいいと思いますね。まるでブルー調色したモノクロフィルムのようになってますが、流浄感もあれあれで非常に面白い写真になっていると思います。アゲージさん見事でね、投稿ありがとうございます。で、次はね、四日市の中年男さんの投稿。中年オタッキーさんお疲れ様です。今年は雪が多いので春よ早く来いということで組写真3枚組、過去作なんですが、5年ほど前に木曽三川公園で撮影したチューリップの写真です。カメラオリンパス OM4TI ブラック、レンズは随行オートダブル 35mmF2.8 名曲でございますね。フィルムは、RVPF ということですね、ベルビア F ですね。どちら、2枚目が、随行オートマクロ 90mmF2、 カメラとフィルムは同じ。3枚目は随行オートマクロ 50mmF3.5、 少し絞り込んで写してみましたということですね。これ1枚目2枚目3枚目とも、レンズが変わってます。1枚目が 35mm、 2枚目が 90mm マクロ、3枚目が 50mm マクロということになります。タイトルはね、歓喜の季節ということですね。随行のマクロレンズは特に 90mmF2 なんか淡い色をしっかり拾ってくれるので、花の撮影時に重宝しています。モノクロではまだ試していないので、今度試してみますということですね。で、作品なんですけどね、これね、まあ随行のね 35mm、ということで非常にいい色が出てます。光はね、ガツンとは来てないんですが、しっかり色が出てると思いますね。2枚目の方はね、ガッチリ光が来てまして、これは非常に美しい作品になってますね。90mm マクロのね、ボケ味もいい感じです。で、3枚目の方は 50mm マクロで、ちょっとね、絞った感じになるんですけどもね。こちらはやや平凡ではありますが、これも面白い、写真になってます。ディテールがね、しっかり出ていると思う。花びらのディテールが出てると思いますね。いずれもね、色調は似たような感じで、結構ね、随行のレンズ、それから完成度がね、高いという感じになりますかね。四日市の中年男さん、ありがとうございます。次の投稿はね、チムニーさんのところですね。こんばんは、チムニーです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。作品投稿のコーナーをお願いします。去年の盆時期に、某寺院に彼岸花を撮影しに行ってまいりました。ロケーションも天候もバッチリだったんですが、体感露出計がオーバー気味だった上に、陳腐な画しか撮れておらず封印していたんですが、もったいないので投稿しています。カメラはミノルタ SR7。レンズはオートロックオール PF58mmF1.4。フィルムは富士業務
ム用100、3枚の組写真でタイトルはお寺散歩。ロックオールレンズの移動のりはものすごい好きです。それではよろしくお願いします。今年も楽しい動画期待しておりますということで、作品なんですがね、これ全然平凡でもなんでもない、結構いい感じに写っておりますよ。富士のね、いい、フィルムで、まあ、ちょっとね、淡い色にはなるんですがね、確かにね、2枚目、ちょっとオーバーには映っておりますが、この辺はね、デジタルで加工すればなんとかなるんじゃないかなと思います。3枚目はね、これシャドウ部分で撮ってるんですがね、ミノルタのね、レンズの、色のりの良さが十分に出てると思いますね。チムニーさん、投稿ありがとうございます。次がね、LP500S さんの投稿ですね。おたきさん、こんばんは、お疲れ様です。毎回動画楽しみにしております。去年から撮って、ようやく撮り終わり、現像してきました。カメラ、ローライ35、フィルム、富士カラー、プレミアム400、撮影場所、近所の公園です。ローライ35は目測で、今までピント外れが多かったですが、ようやく慣れてきた感じです。よろしくお願いします。ということでね、作品1枚なんですけど、これがなかなかなんだな。ただね、メインの被写体にピントがしっかり来てないのが、ちょっと残念ではありますが、これ、ボタンの花になるのかな？花びらがね、ビャーっと散ってる感じがいい感じですね。もうちょっと絞って撮っても面白かったと思いますが、花の絨毯のね、色彩が非常にいいと思います。LP500S さん、ありがとうございます。もう一人ですね、のりかずさんの作品ですね。お疲れ様です。近赤外線フィルムが3ヶ月かかって、やっと取り上がったので投稿します。タイトルは、ゴジラに壊されたビルか。2枚目は回廊ということですね。よろしくお願いします。ということでね。いつも通りデジタルデータも送ります。参考、まで、カメラ、ニコン D70、レンズ F ニコン 2885F3.5 から 4.5 ということで、デジタルと取り比べしたという感じですかね。まあ、とりあえずね、フィルム作品行きましょうか。これね、近赤外線、赤外フィルムということで、ね、コントラストが非常に高く出るんですけど、僕も使ったことがないんですけどもね、快調というか、シャープネスはそこまで出てないようにも見えますね。2枚目の方なんですけど、2枚目もね、コントラスト、近赤外フィルムとしてはちょっと柔らかめ、流浄感もかなり出てる感じになると思います。で、デジタルとの比較なんですが、デジタルの方はというと、さすがにデジタルはシャープネスは出てるんですが、快調は、フィルムの方が出てるように見えますね。で、2枚目の方もそうなんですが、デジタルのね、カチッと出てますね。やっぱ流浄感がないあたりがデジタル写真らしいけども、まあ、柔らかさはね、フィルムの方がちょっと上回ってるように思いますね。のりかずさん投稿ありがとうございます。今日のね、作品投稿のこんな感じなんですけどね、秋潤さんのこのね、ブルー朝食したような鳥居の写真ね、こちらをね、次回のタイトル画面に採用させていただこうと思います。投稿ありがとうございます。投稿作品ね、一応ね、前回ね、切れたということで、説明しました。ドドドッと来ておりまして、街もできておるんですが、まだまだね、投稿少なくなっておりますので、作品投稿の方、どしどしよろしくお願いします。投稿のルールはね、YouTube のね、私のチャンネルの概要の方に、記載してありますので、そちらを参考に投稿していただければと思います。Twitter の DM で投稿する形になりますので、オタッキーのね、アカウントね、中年オタッキーで、Twitter 検索したらすぐに出てまいりますので、そちらをフォローしてね、ルール通りにね、投稿していただければと思います。はい、今日の作品とかのコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、ちょっと投稿が多くなってね、公開が遅れております。すいません。今日はね、1月2日に投稿いただいたポンポコさんの俺のカメラです。おたっきー様、明けましておめでとうございます。正月休み中ですから、投稿用の写真をゆとりを持って撮影しました。古い月刊カメラマンを絡めて青春の日々を再現してみました。カメラはジャンク品修理で復活した富士カオート5です。先日紹介いただいた富士ペット35と共に試写したのですが、とても良い写りで驚きました、ということですね。で、まあ1枚目からいきますが、これね、
月刊カメラマン長いこと見てないな、買ってないな、アイドル、恋人写真術っていうのがね、いかにも当時ものっていう感じですね。ねえ、で、二枚目の方はね、その、吉田まりこさんの、作品と、オート5をね、並べております。非常にカメラ状態がいいですね。でね、作例が三枚目に来ておりますがね、非常に良い写りになってます。これ、富士のフィルムで撮影したのかね、色目的にはそんな感じもしますが、富士のフィルムに富士のカメラということで、相性バッチリということになりますかね。はい、俺のカメラのコーナーは、ここまで、ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、こちらも1月2日の投稿ですね。すいません、遅れております。ケンちゃんさんの投稿ですね。やったに投稿です。オリンパス 35EC ポチったけど通電するけどシャッター開かず、 35EC2 をレンズ曇りおぽっちり、EC の綺麗なレンズを EC2 に移植、無事通電しシャッターも開帳です。正月暇やし退屈しのぎのレストアです。今年もよろしくお願いします。2枚目の写真はバラしているところです。今年もこんなことをしながら次過ごしそうです。やれやれですということですけどね。まあ同類なんですけどね、僕らと同類 なんですけど、35EC と EC2 はまあ2個一致したということになるんですが、どう違うんだろうなこのカメラ。見た感じね、ちょっとマークが違うぐらいしかわからないんですが、よくわからないな。どっちがどっちなんだろう。このカメラね、通電しないとどうしようもないっていう電子シャッター、成功者のシャッターなのかな、を搭載してて、結構ね、そのシャッターが動かない、通電しないというトラブルが多いんですが、通電するのにシャッターが切れずっていうのは、シャッターが粘ってるのかな、どうなんでしょうね。分解してみないとわからないんでしょうけど、まあ、2個1にしてね、復活させるっていうのはいい案だと思いますね。はい、ポンポコさん、ありがとうございます。そんなわけでね、今日の動画はここまでになってまいります。いかがだったでしょう？いかがだったでしょうかね？今回もマニアックな内容で多分再生は伸びないんですけどもね。もう伸びない上等みたいな感じになりつつありますが。まあカメラのね、機材の新しい機材の方もね、一応ね、持ってきて試写しようっていう感じなんですけど、ちょっとね、オタッキー的にはね、以前使ってたカメラ。で撮ってます。なぜかというと、新しい機材って結構ね、失敗するんですよ。で、現状は撮りためてないんでね、まあ、自転車操業みたいな形になってるんで、まあ、新機材はね、ここで今後いろいろと、まあ、おいおいと、やっていこうと思っております。またね、オークションとかもね、なかなかね、落札にいただけないということで、開封動画もね、保留状態にはなっておりますが、そのうちね、またね、新たなね、カメラ入手しましたら、開封動画もやっていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。高評価、コメントの方、どしどしお願いします。チャンネル登録の方ね、1ヶ月に80名ほど、増えているような形になっております。もうちょっとでね、5000名が見えております。5000名になるとね、キャノン A1 を視聴者プレゼント1名の方にプレゼントいたしますので、ぜひぜひね、まだチャンネル登録されてない方はね、チャンネル登録してお待ちください。高評価、コメントの方はね、もう遠慮なさらずどんどんやってくださいね。コメントね、最近は1週間に1回パソコンでまとめて返しております。そっちの方がね、効率よく返せるということに気づきましたんでね。まあ、スマホでちまちまやっててもしょうがないっていう感じでね、やっておりますね。遠慮なくね、コメントしていただければと思います。まあ、漏れることはありますがね、基本的には全部コメントは返していく予定であります。はい、今日の動画はこんな感じです。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。